皆さんこんにちは。今日は茨城県鹿嶋市の西八ツ湧水歩道に来ています。ここは、見ての通り自然に恵まれた場所なので、野生の木に注目して見ていきたいと思います。ここら辺ちょっと奥まって、やや暗いところは八ツ出とか青木とかが入ってますね。これはちょうど実がなってます。八ツ出ですね。この木はちょうど実がこんな感じの実がなってますね。で、穂がこういう穂が今あります。葉っぱはこんな感じ。これはおそらくキブシですね。これは赤目ガシはですね、ちょうど実というか花がなってます。この辺にすごくたくさんあるんですけど、これはその中でも結構一番大きなやつを取ってます。赤目ガシバはもうたくさんこの辺生えてきてます。これは今ちょうど花が咲いて、なんか蜂がたくさん集まってきてるんですけど、ウジョウフクヨの真ん中によくがあるって、これはヌルデですね。これも小さいのがたくさん生えてきてます。これは今ちょうど赤い、花の中にこういう実が、紫色の実が入っています。葉っぱはこんな感じ。これはクサギですね。これもこの辺はたくさん生えてます。ここにあるウジョウフクヨウの、この小さい、木はトゲトゲがちょっとね、下はこれ水なんで近くに寄れないんですけど、トゲトゲがあるんで、おそらくカラス山椒ですね。こちらの木は、葉っぱが結構大きくて、葉っぱの裏は、こんな感じで真っ白。芽はこんな感じで、こんな感じの実がなってます。これはおそらく白ダモですね。なんかクズとかフジとかいろんなものがなんかかぶさってて分かりにくいですが、ここにハゼノキがありますね。結構幹を見ると結構大きな木です。このどんぐりがなってる、これは赤菓子、おそらく赤菓子ですね。葉っぱがこんな感じで芽が結構大きい、公園とかでは見ない、木ですけど、この辺にはかなりまとまって生えてますね。こちらはコナラですね。こういうどんぐりが今あります。ちょっと遠いんですけど、ここにネムの木があって、ここに栗がありますね。結構大きな実がたくさんなってます。この大きな木は、これはタブノキですね。この山の斜面をずっと見てみると、タブノキとかスダジが、大部分を占めているような感じです。山の斜面をちょっと全体的に俯瞰して見てみますと、やっぱりメインはスダジとかタブノキで、あと杉もありますね。で、ところどころに落葉樹、
おそらくコナラとかだと思うんですけど、落葉樹がちょこちょこ見えるっていう、そんな感じです。